のことが邪魔なの。あのゴミ袋と一緒に捨てるの。生きることが辛いの。頼る人が誰もいないの。ごめんねママ、何もわからなくて、何もできなくて。でも僕にはたった一人のまま、いい子にしてるから。どうしてねママ、どうしてねママ。神様が決めたの、僕は生きちゃダメって。お母さんにだねって言われるの、昔は嫌だった。うちにも帰らずに、電話も出ずに、めちゃくちゃばかりして、自分を大切にできなくて。傷だらけのあの頃、いつも送られてきたのは一行だけのメール、ちゃんと生きててくださいね。私がね二十歳の時にはね、着物を着ていないの。写真も一枚もないの。みんなはね髪を結い化粧して、この世で一番幸せそうな顔。私はどこにもいないの。いつの日か娘ができたなら、着せてあげるんだ。誰にも負けないくらい綺麗な綺麗なやつを。春の日は桜の川岸に飛び交う笑い声、耳を澄ます、目を閉じていい匂い、お弁当を開くようについてを動かして、ふと我に帰る声、布団で耳を塞ぐ。年上の人ばかり好きになるのはあなたのせい。幼い日夢見てた当たり前をどこかに重ねてるの。よく聞いててね、あなたのパパは強くて優しい人よ。あなたが倒れそうな時、守ってくれるわ。 Hi little baby、 あなたのママはここよ。
かしら。